佐田の藤明白、1984年12月25日体は、長崎県南高木郡和佐町出身で、境川部屋に所属した、元大相撲力士。現在は年寄り、出来山。愛称は小鉄。好物は刺身、ビール。身長189センチメートル、体重205キログラム。血液型は B 型。特異種は月、推し。最高位は、 西前頭二枚目。弟は、同じ境川部屋に所属する、現役力士の佐田野竜。横綱、千代の富士以来となる、五文字四個名の幕内力士であった。小学校五年生の時から柔道を始め、長崎県立小浜高校を卒業するまで柔道を、していた。高校卒業後は、恩師の勧めもあって中立部屋に、入門、2003年1月場所にて本名である。 山本の執行名で初土俵を踏んだ。同部屋同期には勝野富士、白の竜がいる。体格に恵まれていたものの三段目通過までに三年余りを要し、滑り出しは上々と言い切れなかった。三段目時代のある日に師匠と同じ長崎県出身者、いわゆる国門の弟子から関取が一人も出ていないことに気づき、自分は安易な気持ちで、 ここへ来てしまったのだろうかと思い悩んでいた。しかし、豪栄道のスピード出世や岩木さんの好調ぶりを見ているうちに水を差すことも言っていられないと立ち直り、それ以降は相撲に対する熱心さが増した。2009年11月場所までは岩木さんの付き人をしていたが、師匠の境川親方が重量を目前に控えた佐田の富士を目にし、相撲に集中できるようにと配慮をして、 いわきさんの付き人から外した。2010年1月場所で2場所連続で6勝1敗の高成績を収め、翌3月場所での新十両昇進を決めた。長崎県出身者からは、出羽の富士以来7年ぶりの関取誕生であり、堺川部屋からは初めて長崎県出身者の関取が誕生した。その後はしばらく低迷が続いていたが、2011年、 9月場所では東十両2枚目で8勝7敗と、勝ち越し、翌、11月場所で同部屋の妙義龍らと共に5人で、新入幕。1年間幕内の座を守ったが、2012年、11月場所では十両へ陥落。陥落した場所では14日目までで13勝1敗と、格の違いを見せつけ、千秋楽の土地の若との相星優勝決戦を、 制して重量優勝を果たしている。2013年6月21日、境川部屋で行われた記者会見で東京都内の美容室に勤務する一般人女性との婚約を発表し、同年10月16日に入籍した。場所後の2月16日、東京都内で北の海理事長ら530人が出席した中で結婚披露宴を行った。 2014年1月場所は、場所後に挙式を控え、高校時代の恩師から、負け越したら、式に出ないと発分を流されたが、その激励とは裏腹に6勝9敗の負け越しに、甘んじた。2014年3月場所では、初日から8連敗の不審で、最終的には2勝13敗の大敗。翌、5月場所は2度目の重量陥落となった。 三度目の重量陥落となった同年、十一月場所では中日まで四勝四敗と一進一退であったものの後半追い上げ十勝五敗と好成績を残した。2015年に一月7日、第一子となる長女が誕生。当日の佐田の富士は朝稽古を終えてから妻が入院している埼玉県内の病院に駆けつけたという、一月場所も無事八勝七敗の勝ち越しで終えた。 9月場所では自身唯一の幕内上位経験となる、西前頭2枚目の地位を得たが、2勝13敗と、大敗。この後は、急速に低迷していき、この場所を含め8場所中7場所で負け越し、そのうち5場所で11敗以上を喫して2017年、1月場所では幕下に陥落。この場所も1勝6敗と大敗し、3段目まで番付を下げた末に2017年、 5月場所千秋落に引退を表明。引退後は、吉風から名跡を借りて、年寄り中村を襲名した。引退の理由は右股関節の状態の悪さであり、日常生活にも影響していた。手術をすると復帰まで1年以上かかると医師に、宣告されたため手術には、踏み切れず、幕下に落ちた2017年1月場所で再起をかけるも星が上がらなかったことで、 心の内が決まり、翌3月場所で自身初めての休場をして場所後に手術を受けていた。6月1日の引退会見では14年の相撲人生は長いようで短かった。体に限界を感じたとコメント。境川親方はよく我慢してやってくれた。経験を若い子たちに伝えてもらいたいとねぎらった。断髪式は9月2日に。 国技館の大広間で行われ、300人が大井町にハサミを入れ、止めハサミは境川が入れた。断髪式では泣かないと決めていた佐田の富士は、大田草を切られても淡々としていたが、14年間の力士生活をねぎらう両親のメッセージが読み上げられると目頭を抑えた。2019年8月に、元小結、大西木の大堀盛尾が所有している山品に名石を、 変更、2021年6月に出来山に秒石変更している。入門当初1 3 0ラムあった体重は右肩上がりに増え、2011年秋場所では1 9 5ラムを計測。しかも体重の割に筋肉質であり、2014年1月場所初日の NHK 大相撲中継では解説者の前の海。 周辺が2 0 0ラムあるとは思えないと感想を述べていた。重量だけでなくリーチにも恵まれており、その体育を生かして突っ張り屋のドアなどを駆使して離れて、取りながら前に出る相撲を展開したが腰高がたたって巨体に、比べ腰は軽い部類に入り、投げに転がる場面も目立った。2014年9月場所9日目に弟弟,弟子の佐田の海が一の城と対戦した際、 直後に、佐田の富士関の方が刺した時の重さがあると、証言している。ありがとうございます。